そしてですね、国内どこですね、マーシャル諸島ですね、こんな風にね、経由してアイランドホッピングして飛行機が進んでいきますね。名前が出てこないんですけどね、アイリン・ラプラプ環礁の1個の島に行ってですね、アイリン・ラプラプ環礁、まあ後でここに来ることになるんですけど、この木、赤いですよね。飛行機の音、まあ、でクワジャレン、遠くに見えるのが白い教会、あの向こうに学校があります。そしてリケプリ、右手に見えるちょっと緑色の建物はホテルで僕が泊まってる部屋でございます。カメラって撮れなかったんですね。左側は普通の民家でございます。リケプアトロですよ。で、一個の島のところにね、空港があって、そこに降り立ちますね。右側に見える薄い緑の建物はホテルじゃないかもしれませんね。ちょっと僕の記憶違いかもしれないです。ホテルと全く同じ色だったのでね、ホテルかと思いました。普通の民家かもしれません。ちょっと記憶がね、もう13年くらい前ですからね、12年くらい前かな、12年ちょっと前って感じですね。静かな街、警察も郵便局もなし。まあ飛行機が来た時に郵便とか荷物を運べるらしいんですけどもね、ほとんどお店もない。お店あるのかもしれないけどね、だけどほとんどないっていう感じでしたね。まあなんかね、食料とかね、支給されてるっぽいんだよね。お米とかね、いろんな国際関係、いろんなことがあってですね、支援もされてるようなところ。まあ昔からね、スペインに乗っ取られ、そしてドイツに乗っ取られ、そして日本に乗っ取られ、そしてアメリカに乗っ取られ、先祖代々、本当に昔に遡らないと独自の文化がないみたいな、そのような場所ですからね。何が本当のマーシャル諸島なんだっていうのがね、どうなってんだろうっていう感じじゃないかなって思うんですよね。あ、先ほどのね、緑色の建物はね、やっぱりね、ホテルでしたね。この黄色い建物が見えてきましたね。これはね、教会なんですね。12月27日の日にね、クリスマスパーティーが行われた会場でございます。位置関係的に先ほどの薄緑色の右側の建物はホテルでございます。アメリカによってですね、水爆実験がね、ビキニ諸島っていう方で行われたんですよね。なんかその保証かなんかからいろんな関係でですね、お米とかね、支給されてるようなんですけどね。まあ詳しいことはよくわからないんですけどね。まあでもクワジャレン環礁っていうところには米軍の基地があったりしますね。と散歩しております。このね、右側の黄色い建物の中で12月27日の日にクリスマスパーティーを行われましたね。その後1日後か2日後か、それぐらいの撮影だと思います。詳細はねちょっと分かんないんですよね。あんな海際に建物が建ってんですよね。日本だとさ、津波とか怖いけど、どうなんでしょうかね。干渉になってますからね、ラグーンですからね、あちらの海はですね。でも反対側の海は結構近いんですけどね、ワンちゃんでございます。尻尾を振ってるけど近づかないみたいなね、背中がちょっとかゆいみたいな妙な格好で背中を噛んでおります、書いております。これはホテルのお庭ですね。部屋から出て正面の海に向かうところでございます。なんかね、思い出を残したくてね、いろいろ撮って歩いて回ってる時ですね。予定的にはもうちょっとで飛行機でここを去るみたいな、そんな感じだと思います。あくまでも予定ではね。猫ちゃんですね。ワンちゃん、豚、ニワトリ、そして猫ちゃんもいます。猫ちゃんが集まっております。ホテルはね、猫派なんですね。なんか
あまり猫と犬が一緒にいるところはなかったと思うんですけどね。朝顔っぽいよね、なんか見た感じ。違うのかな。なんか朝顔っていうと日本人が持ってきたんじゃないのって思っちゃうけどね。どうなんですかね。自然豊かですね。風がね、暑いですからね、風がね、当たるところでね、一人でね、佇んでいたらですね、子供たちが集まってきましたね。そしてみんな笑顔をね、見せてくれるんですよ。カメラに映るのが楽しいんですね。みんな元気なんですよね、人懐っこくってね。お菓子でメロが青くなっております。言葉はね、片言の英語しか僕は喋れないんですけどね。それでもね、ちゃんとね、コミュニケーションはそれなりに取れるみたいなんですよね。気がついたら、今僕はここにいた。変更線の日本側でございます。マーシャル諸島 国でございます。たくさんの島があります。ほとんどの島が環礁といって輪っか状の島になっております。その北の方にはある、リキエップという環礁にやってきました。こういったね、環礁状の島のね、隅の方にある島に滞在いたしましたよ。気がついたら、今僕はここにいた。ウミガメです。お正月にウミガメが生まれているのが発見されました。元旦でございます。手を差し伸べたくなってしまいます。旅の概要をね、説明しようかなと思うんですけどね。2008年の12月からね、9年の9月まで9ヶ月間ぐらい旅をしていて、実はアランド・ザ・ワールドチケットの旅なんですけどね。前回の説明ではグアムから出発してマーシャル諸島の、リキエップというラタック列島の中にあるリキエップまで行ったのを紹介したと思います。飛行機が1本の飛行機でアイランドホッピングしながらリキエップに着いたので、マジュロの首都から考えると、このねアイロック島っていうのはアイリンラプラプ環礁のアイリンラプラプ環礁クアジュレンを経由して寄港して飛行機でね、でリキエップに着いたところまで前回説明したと思いますね。で、何動画分ねまとめて紹介するんですけども、今回はこれはね2009年の1月からのね予定をまとめて紹介しようかなと思うんですけどもね。リキエップからですね、本当は違う島に行こうと思ったんですけど、飛行機が来なくてですね、でアイリーナプラットに向かうためにクアジェレン環礁によってアイリーナプラットに着いたわけですね。でアイロック島というところに、空港があって、そこからホームステイ先の
ところはね、アイロック島じゃないかもしれない。3つぐらいの島がね、橋でつながっていて、1つのまあ塊になっていて、緩衝状になってる1個の塊のところなんですけどもね、その空港のあるところから橋をね、2つぐらい渡って、もしかしたらね、ブーシュ島っていう島なのかもしれないですけどね、ちょっと詳しくわかんない。まあ、地元ではブーチとかね、ブーシュとか呼ばれております。ここで、ホームステイをしましたね。まあ乗る飛行機がまた来なくてですね、ずっとここにいることになっちゃって、最後の最後に船に乗ることになってしまってですね、でその船が寄港したのが、ナム環礁。まあ、アイニーダップラップ環礁も大きくて、ナム環礁も大きくて、環礁のね、各島をね、回りながらこう移動していったので、半日半日ぐらいかかったかもしれないな。この日のお昼ぐらいに出て、次の日はね、ナム環礁ずっと行って、最後の日の早朝にリブ島に着いて、お昼ぐらいにクエジェレンのね、イーバイ島に着いたんですね。イーバイ島で、イーバイ島からですね、少し止まってから、クエジェレン島に行って、米軍基地の飛行場から飛行機に乗って、その飛行機がまたね、アイディンダップラップによってマジロに戻ってね、でマジロの市内でちょっと過ごして、で、また空港に戻ってきて、またね、その飛行機がね、クワジャレン空港に寄ってですね、で今度ミクロネシアに行くんですね。これアイランドホッピングするんで、52カ国目なんですけど、コースラエ州ね、と、まあ、島なんですけど、でポンペイ州を経由して中区でね、降りました。トラック島とも言うのかな。まあメインの島、上の島ですね、エモン島、ハル島って書いてありますね。まあここでちょっとだけ過ごして、また飛行機に乗って、今グアムで乗り換えたんですね。50カ国目、この時も空港からは出ませんでしたね。そしてミクロネシア州のね、ヤップ島に向かうんですね。ヤップ州、ヤップ島はマップとも言われていて、コロニアっていうところが中心地ですね。まあ飛行場からコロニアはちょっと離れていたかもしれないですけど、まあそしてね、ここで一泊ぐらいして、でもっと安いところを探したらね、ちょっとジャングルのようなところ、ワニアンっていうところでね、少し過ごすことになりましたね。このチケットがですね、その世界一周のね、チケットなんですよね。アランザワールドチケットでございます。まあカウンター名的にはノースウエスト航空ですけどね、いろんな空港会社と絡んでおります。出発日は2008年の12月の19日でございます。成田空港第一ターミナル北ウィングですね。で、集合時間は7時45分なので、僕は前乗りしましたね。夜中中椅子で眠りましたね。まあ快適でしたね。そんなに。そして日程表ですね。2008年の12月28日、成田国際空港がグアム AB-1PAD 空港に向かいます。ノースウェスト航空の NW074、9時4午後のね、14時20分に到着ですね。
このね、2時から、夜だと思ったけど、翌日の朝ですね。翌日の朝まで空港の中にいたというね。もうね、荷物がね、重たくてしょうがなかったんだよね。12時間以上、16時間ぐらいかな。12時間、だから14時間ぐらい。18時間ぐらい。レンタカー借りて、まあでも朝、早朝に帰すことができないかもしれないから、ホテルに泊まってもお金かかるし、荷物がね、軽くて、日本みたいにね、預けられたらね、よかったんだけど、言葉もちょっとよくわかんなかったからね。まあいいや。で、次の日が、グアムの空港からマジュロに飛んでいったわけですね。日付的には12月20日ですね。コンチネンタル航空の CO951 ですね。で、9時30分、じゃなくて、6時ちょうど、なんで9時30分 ?6 時に出発して日付変更線を超えてないね。ごめんなさい。日付変更線超えてねえわ。さっきの説明で超えたって言ったけど、超えてないね。まあいいや。12時5分ですね。12時5分。そして、12時5分に、マジュロに到着ですね。で、そこでね、このマーシャル諸島ではですね、年越しですね。まあ、1ヶ月弱ぐらい過ごして、1月17日に、今度はまたコンチネンタル空港に乗って、トラックですね、トラック。ミクロネシアのトラックというところに行くわけですね。今の呼び方だとなんだっけな、トラックじゃなくて、別の呼び方があったと思うんですけど、ちょっと思い出せないですけどね。そして、トラックで、1月17から、1月22日まで、本当にちょっとだけですね、ここは。17、18、19、20、21、22、6日間、6日間ですね。で、今度そこからグアム経由で、トランジェットで乗り換えて、ヤップまで行くんですね。ミクロネシアからミクロネシアに行くという。そんな感じですね。グアムでは、そうですね。15時50分発で、17時20分にグアムに到着して、そのまま乗り換えて、2時間ちょっと過ぎの19時45分、コンチネンタル空港 CO953 に乗って、夜の9時20分に、ヤップ島に着くという感じですね。そしてパラオですね、パラオ。あ、1個抜けてるな。1個抜けてるよな。1個抜けてるよね、これね。ヤップ島の後に、ヤップ島からね、パラオに行ってるんです。ちょっとそのデータがないです。で、パラオでちょっと過ごして、2月25日、
パラオからマニラ、フィリピンに行ったんですね。コンチネンタル空港の893ですね。19時35分発で19時10分発ですね。で、この次がマニュラからロサンゼルスなんですけどもね、2月25日に来て3月13日なんですけど、これね、日付をね、変更してると思うんですよね。うん。マニュラでね。まあ、買った時はこの日付ですね。で、この間にインドに行って、マレーシアに行って、インドに行って、マレーシアに行って、インドネシアに行って、マレーシアに行って帰ってきてますからね。まあ、買った状態では3月13日なんですけども、これは変更しております。そして、マニュラからロサンゼルスに行くときはですね、ノーストウェスト航空の002便でね、これは成田空港経由でね、トランジェットでね、日本には入国しておりません。ね、9時45分から、7時45分発で9時10分。まあ、日付変更線を越えているので、日にちは変わってないと思いますけどね。で、まあ、この日程はね、どうだ、変えたか忘れちゃいましたけども、まあ、4月28日にロサンゼルスからシアトルに向かって、AS45 なんですね。アラスカ空港ですね。11時30分で2時4分ですね。で、ここからね、西のカナダ、西側のカナダを、あとアラスカも旅をして戻ってきて、5月26日、シアトルからニューヨーク、アークに飛んで、11時45分発で20時08分ですね。はい。ニューヨークから出るのが6月20日で、まあ1ヶ月ぐらいあるんですけど、この間にですね、東北、アメリカ、カナダを旅したわけですね。そしてニューヨーク、6月20日にニューヨークのニューアークから飛行機に乗って、これもコンチネンタル空港なんだね。ボネールですね。まあ、ボネールはオランダの植民地だったかな。忘れちゃいましたけど。ボネールというカリブ海の一番南のベネズエラの近くですね。で、次の飛行機は7月2日なんですけど、この間に、ABC 諸島のここは B なんですけども、A だったかな。A 経由で、ベネズエラの地方空港に行って、首都に行って、キューバに行って、ベネズエラに戻ってずっと来た道を戻ってボネールまで戻ってきて、今度ボネールからヨーロッパのね、オランダ空港でアムステルダムに向かったっていうわけですね。ニューヨークからボネールは、深夜便ですね。で、カリブ海のボネールからオランダまでは、まあ、夜出て、昼着くっていう感じで、一日、日付が進んでおります。そして、アムステルダム空港からね、アクラ、まあちょっとね、アムステルダムでちょっとヨーロッパ旅をやろうかなと思ったけど、スリーに会っちゃってですね、計画変更して、実際の日付ちょっと忘れちゃいましたけども。で、アクアですね。西アフリカでございます。オランダ空港 KL589。お昼過ぎに出発して夜到着でございます。そして、アクアからヨハネスブルクに行くのが9月5日でございますね。深夜出て、翌朝の7時前に到着。
で、ヨハネスブルクから香港ですね。南アフリカ航空 EN ですね。16時35分から12時15分。1日過ぎております。そして香港から成田空港でございますね。10月9日の予定ですけどね。これも予定は変わっております。お金が、アムステルダムですでに会ってしまってね、予定を早めてしまいましたね。5万円ぐらい吸われたかな。5万円でも悔しかったですね、すごい。まあ、そんな感じですね。